それではお時間になりましたので、ただいまから区長記者会見を開催いたします。区長よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本日はお集まりいただきありがとうございます。それでは、記者会見を始めさせていただきます。本日は現在改定作業中の総合計画等に関連する事項並びに第4回、区議会定例会に提出する補正予算案について、ご説明させていただきます。早いもので私が区長に就任してから1年4ヶ月が経過しました。任期4年の3分の1が過ぎたことになります。私は就任後できるだけ早く公約の実現に向け検討を開始するため昨年度中に総合計画実行計画の一部に修正を加えましたが、残りの任期で公約に関する取り組みをさらに進めるとともに区政を取り巻く社会経済状況を的確に社会経済状況に的確に対応するために来年度に予定されていた計画改定を1年前倒しして改定することとしました。現在改定案について区内7地域で説明会を開催し区民の皆さんとの意見交換を行っています。12月4日までパブリックコメントを実施していますので、ぜひ多くの区民の皆さんにご意見をお寄せいただきたいと思っています。なお今回の改定の特色としては、これまで施設再編整備計画を施設マネジメント計画に改め、計画策定のプロセスにより多くの区民の意見を反映するようにしました。これはこの間行ってきました施設再編整備計画の検証を踏まえて変更するしたものですが、これまでは区が検討、作成した計画案についてパブリックコメントなので区民から意見をいただく方法でしたが、これからは計画案の作成段階から対話によるプロセスに重きを置き、施設利用者や地域の皆さんと現状や課題を共有し、ワークショップや地域意見交換などで対話をしながら計画案としてまとめ上げていくこととしました。ここで計画事業に関連して2点ご報告をさせていただきます。1つ目は昨年度の計画の一部修正において参加型民主主義を推進するための私の公約に基づき計画化した参加型予算についてです。去る10月31日に区民投票を締め切り、約2500件を超える投票をいただき、現在投票者の要件などのチェックを行っているところです。投票いただいた区民の皆様にはこの場をお借りして感謝を申し上げます。今後投票結果を踏まえ次の次年度予算案に反映する事業案を決定し、その後予算案を区議会に提案していく予定です。2つ目は今回の改定で新たな施策に加えた人権を尊重する地域社会の情勢に関してです。私は全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に向け、この間条例や制度の整備を進めてきましたが、ジェンダー平等や性の多様性の理解増進に関する取り組みの充実につなげるため、所管の男女共同参画担当課長について専門的な知識や経験のある方を令和6年4月1日から任期付き職員として公募することにより採用したいと考えております。そのため現在必要な準備を進めているところです。続きまして今議会に提案する補正予算案について主な事業を中心に項目ごとにご説明してまいります。お手元の資料も合わせてご覧ください。今回の補正予算は22事業について総額約13億円を計上いたしました。予算規模については資料に記載の通りです。そのうちの主な事業について説明いたします。最初により良い子どもの居場所づくりの推進についてです。杉並区では平成26年以降児童館の再編整備による子どもの居場所づくりを進めてまいりましたが、
この取り組みには区民の中に様々なご意見があったことから、区が私が区長に就任して以降、原則として一旦中止し、この間の検証作業を行ってまいりました。その検証結果は先の第3回定例会でお示ししたところですが、様々な課題があることや、新たな居場所には見られない児童館ならではの特性などが改めて確認できたところです。こうしたことを踏まえて、区では今後のより良い子どもの居場所づくりの指針となる仮称杉並区子どもの居場所づくり基本方針を令和6年度中に策定することとし、その策定に向けた取り組みをスタートさせることにしました。この間数多く行ってきた区民との対話の中では、今後は子どもの視点から町づくりや区の政策を描いていくべきではないかとのご意見も数多くいただきました。私もこれからの区政を進める上では、子どもの視点や意見をこれまで以上に大切にし、区政に反映させていくことが重要であると考えております。こうした思いから、今回この基本方針の検討にあたりましては、当事者である子どもの意見を十分に聞いていく、また聞くだけでなく一緒に作り上げていくことにいたしました。そこで今般の補正予算では、子ども自身がどのような居場所を求めているのか、子どもたちの意見を直接聞かせてもらうため、さまざまな居場所を利用する子どもを対象としたヒアリング調査に要する経費を計上いたしました。またすでに児童館がなくなった地域での意見聴取や、より幅広い子どもや子育て当事者の意見を把握するための無作為抽出アンケート調査や、居場所事業者へのアンケート調査などに要する経費も計上しています。またこれらの取り組みを通じて把握した子どもの思いや意見をしっかりと踏まえて、令和6年4月頃には基本方針の素案を作成してまいりたいと思っています。その後の取り組みに、要する経費は令和6年度当初予算で改めて計上することとなりますが、令和6年4月以降、基本方針の素案をベースに子どもたちとディスカッションを重ねながら、子どもの意見を反映するための子どもワークショップの開催を念頭に置いております。このような形で子どもの参画を得ながら、子どもと共に作る基本方針を令和6年度中に策定できるよう取り組みを進めてまいります。次に、セーフティーネット住宅の家賃低廉化への助成に、補助についての説明をいたします。私は常々、住まいは権利という観点を尊重すべきだと考えており、住宅都市杉並の価値をさらに高めていくためには、住宅施策の充実が欠かせないと申し上げてきました。その具体的な手法の一つとして、私の公約のでもあります家賃助成制度については、令和6年度中の創設に向け検討を進めているところですが、それまでの間、住宅施策として住宅の確保に困っている方々のために何かできないかということを、並行して検討してきました。その中で、不動産団体や賃貸人に対して住宅セーフティーネット制度の普及啓発を図り、住宅の確保に困っている方ののみが入居可能な専用住宅への登録を促してきました。この間、住宅課がさまざまなチャンネルを使って賃貸人に専用住宅の登録の働きかけを行ってきた結果、複数の賃貸人から区の取り組みにご協力いただけるとの意向が示されましたため、当初令和6年度から実施を予定していました住宅セーフティーネット制度の家賃低廉化補助を令和5年度中に前倒しして実施することといたしました。この補助制度は、住宅に困窮する低額所得者が低廉な価格で賃貸住宅に入居できるよう、専用住宅の賃貸人に対し家賃を引き下げるための補助を行うもので、令和5年度は3戸への補助を実施する予定です。このほか、実績を踏まえた各事業の追加経費などについて、新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上しています。詳しくはお手元の資料をご覧ください。
私からの説明は以上となります。ありがとうございました。続いて皆様からのご質問にお答えしたいと思います。それではここからは皆様からの、ご質問をお受けいたします。ご質問の際はこちらからご指名の上マイクをお渡しいたしますので、まず社名とお名前をおっしゃっていただきますようお願いいたします。それではご質問のある方挙手をお願いします。産経新聞の大森と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと古い話で恐縮なんですけれども、区長が岸本さんとオフィシャル広報というツイッターなさっていて、でご自身いろいろ区民に直接発信もなさっているかと思うんですが、その中で今年の4月区議選の投票直後にですね、本来は性別を公表していない区議の方の性別を女性に含めて区長が発信なさっているという指摘があるんですけれども、実際私もツイッターに現在 X ですね、確認しましたけれども、そういう書き込みをされてました。で、本来公表してないものを公表してしまうというのはこれはいかがなものかという指摘が、区議会から上がっているようなんですが、この辺について区長はどのようにお考えでしょうか。ご指摘の通り、選挙の直後に発表した、公式の私の公式の広報ツイッターで、性別、非公表の、方を、数えてしまって公表してしまったという、経過がございます。これに関してはそれを取り消しをして、ご本人とも、お話をした上で、既にお話をしまして、ご本人からも、これがアウティングに当たらないという理解と、をいただいて、今回その区長を、本人に確認されたということですけれども、私も本人に確認をしまして、ただ実際にその区長がああいう形で書き込みをする前には、そもそも性別を公表していいですかどうですかっていうところの確認はなかったんですよということをおっしゃってました。で今回問題、今回の問題がアウティングに当たる当たらないということが本質ではなくて、そもそも性別非公表の方の性別を出していいかということを確認をしないで出してしまったというところにあるような気もするんですが、その辺についてはどうお考えですか。はい、適切でなかったと思っておりまして、ご本人にも、謝罪をいたしました。まだX は、3個くらいですかね、東海のロギーに関する内容は残ったままなんですけれども、これについては削除等の考えというのはございますか。その投稿について残ったままということでしたか。すいません、それの多分それを、残しているということも含めてご本人と確認したのか、ちょっとすいません、私が削除したのか、はっきりと削除してませんでした。残ってます。すいません、じゃあちょっとそれは確認させてください。最後に、ご本人とも確認をして、確認しなかったということは、適切でないということをお話しありましたけれども、今回、同期の方針の中にも、人民の性の多様性の理解増進に関する取り組みということも含めていますが、今後、ご自身で4月に性の多様性尊重条例というのが制定されていますし、こういった経緯を踏まえて、どういった思いで、尊重というものに取り組んでいきたいというふうにお考えでしょうか。はい、先ほど の, 今回の計画改定で新たな人権施策を仕立てましたけれども、その中には性の多様性を尊重する地域社会を作るという条例をさらに、その理解や理解促進や、これを地域社会の中で広げていきたいという、それが条例の方針です。
人権施策はもちろん杉山君も行ってきたんですけれども、このような新しい課題に対して自治体が主体となってその理解や促進していくということは大変重要だというふうに私は考えております。お話しします、ご本人 の、 あの4月の書き込みを踏まえて今後というふうに取り組んでいただけますかというふうに伺ったんです。性別を勝手に公表してしまったという行為を踏まえた上で今後どういうふうに性別対応性別の中に取り組んでいかれますかという質問です。それも全く私にとっては関係していると思っておりまして、この、公表を適切じゃない公表をしたということについてきちんと謝罪した上でですね、そういうことに対してご本人のいろいろな性に関してとてもこういろいろな立場センシティブなことがありますあると思うので、こういったことをみんなで気遣っていこう、尊重していこうという趣旨というの条例ですので、これ私自身も当然これを強く肝に銘じてということになりたいと思います。その謝罪というのはご本人、ご本人に対してのものなのか、あるいは、こういう性対応性に関わる全てそれを最後の質問でお願いします。これあすいません、はい、なんかちょっと意味がよくわからないんですけど、この、選挙の直後に、不適格な、ことを行った公表したということを杉並区が杉並区としてこの条例を推進していくことに それなりにそんなに大きな関係があるのかと思いますか。ご自身で性の多様性条例というのもだいぶいろんなところにも発表されて推進もされてきましたので、区長ご自身の抗議を踏まえた上で何か思いがありますかというふうに思いました。それはまさにこの条例の趣旨に従って、それは、杉並区だけでなくたくさんの自治体がこの新しい人権、性の多様性とか性のマイノリティの方たちが、苦しんできた状況を、救済していく、そして幸せな人を増やしていくという条例の趣旨というのが、杉並区だけでなく たくさんの自治体が行っているわけでして、杉並区もその一助になろうとしているわけです。でこれに対して、ですから、それを 私が行不適切に行ってしまったことは、さらにそれはみんな で、 何でしょう、ね、これから地域社会としてというか、杉並区でしっかりと対応していくという、レッスン、教訓ということではないでしょうかね。最後の質問の確認なんですけど、謝罪はどなたに対して、行ったんですかということ、私最後それを確認させていただきます。先ほど謝罪した上でとおっしゃっているので、その謝罪というのは、当該区議に対してのものなのか、あるいは性的少数者すべてに対してのものなのか、あるいは区議に対してのものなのか、どちらに対しての謝罪なんですか。それは区議に対してですか。当該区議に対してそうです。はい、で時間なので申し訳ありません、ここで一区切りさせていただきます。それでは後ろのそちらの席の、はい、グレーの方お願いします。はい、フリーランスの亀松と申します。よろしくお願いします。ですね、今日 の、 発表の中に直接のキーワードとしては出ていないんですが、こちらの事業を執行していくにあたって非常に、関連性があると思うので質問させていただきます。お聞きしたいのが生成 AI についてどのように、杉並区として取り組んでいくのかということです。昨日もですね、日本時間でいうと昨日なんですが、アメリカでチャット GPT の運営企業が発表しましてですね、さらに生成 AI の、普及が進むだろうということが、伝えられています。で日本でも、政府あるいは自治体の多くがこの、生成 AI
を導入する、あるいは一部では条例を作るなどの動きもあります。で、杉並区でも議会の中でですね、ある議員から、性性性愛についてどう取り組むのかという質問も出ております。で、そういう中で、杉並区としてですね、今後この性性愛に対して積極的に導入していくという考えもあれば、慎重に取り組んでいくというのもあるでしょうし、いずれにしてもですね、社会にどんどん影響が進んでいく中で、生成AIにどのように、取り組むのかというのをお伺いしたいと思います。はい、生成AIに関して、これは当然というか、杉並区として慎重な立場で、取り組んで、臨んでいくべきだと思っています。この慎重さというのは、当然これは日本全体、世界全体で慎重さが求められる課題がたくさんございますので、著作権に関することもそうですけれども、これはこういった大き新しい技術に関する、国際的、そして、国内でもそうですけれども、それを規制するようなルールを決めるようなことがまだできていませんので、適切にできているというふうに考えておりませんので、当然これは杉並区として、私としても慎重に見ておりますし、見ております。ただこの生成 AI を何でしょうね、この新しい技術に対して、やはりこのそれを しっかりと学習しながら、どのように自治体が生かしていけるかということに対して、後ろ向きであるというわけではなくって、こういった問題をきちんと考えた、上でですね、慎重な対応を取りたいと思っています。そうすると、他の自治体ではもう導入するというところもあるんですが、杉並区はまだ導入っていう感じじゃないということですかね。はい、検討って研究ですよね。そういう段階だと考えています。はい、ありがとうございます。はい、それではそちらの方どうぞ。フリーランスライターの畠山道義です。よろしくお願いします。参加型予算のことについて、いくつか伺いたいと思うんですけれども、2500件を超える投票があったということで、まずこの数字についての受け止めを伺えればと思います。はい、参加型予算ですね、2500件、とても貴重な一件一件が貴重な意思表示だと思って、本当に嬉しく思います。これは杉並区57万人の、区民がいる中で、そうですね、0.5% に満たない、0.46% ぐらいになると思うんですけども、もちろんこれは本当に赤ちゃんからまでですが、参加型予算は選挙の投票が可能な18歳ではなく、お子さんから参加できるようにいたしました。このように選挙で意見を表明できない方に開いたということが開いて、ご意見聞きたいという、投票してほしいというメッセージを私自身も積極的に発信いたしました。そしてこの2500という数がとても貴重であると同時に、やはりこれは参加型予算というような取り組みを続けていきたいと考えておりますので、これがですね、やはり倍に増えていくということを何でしょう、目指しておりますし、やっぱりこういった試験的な、モデル事業をやることによって、さらに次の時というのはできることを願って今計画を考えておりますけれども、さらにどのように広げることができるのか、もしくはテーマ設定などについても検討しております。関連で、2問目なんですが、今投票者の要件などのチェックを行っているということなんですが、これ具体的にどのようにしてチェックをしているのかということを教えてください。まず投票の段階で、途中でちょっといろいろなご指摘いただきまして、区民であること、そして、職員、議員、区長、特別職でないことということにチェックをして、投票画面に行くという改定を行いました。で、その上でですね、今は、そうですね、ごめんなさい、細かいことは所管の課長が主に控えておりますので、後ほどお願いいたします。あ、わかりました。あと、
これも細かいことになっちゃうかもしれないんですけれども、あの投票 の, そのチェックと合わせて、投票の内容が、知られてしまう可能性というのはないのかということも伺えたらと思いますが、これも課長なんですか。それもあのシステム的なところになりますので、後ほどあの課長の理解をお願いいたします。なるほど、わかりました。じゃあ、後ほど伺います。以上です。それでは、はい、そちらの一番前の方お願いします。読売新聞の松下と申します。坂形予算についてあの追加でお伺いしたいんですけれども、1点目があの今後 の,、まあ、この投票結果の公開などのスケジュール感が決まっていたら教えていただきたいんですけれども。はい、ですね、詳しい何月何日ということはちょっと申し上げられないんですけれども、そもそも参加型予算 の,、あの決めた決めあの投票が多かった事業を次年度の、予算に反映させていくということがありますので、その、予算編成の時期に間に合うように、当然あの、まあ、選択を行った上で、発表をして、そして、それ以外のですねあの情報についてもあのできるだけあの今回例えばいただいた意見だとかそういったことも含めて公表していくという予定です。ありがとうございます。あと、まあ、一部の区議さんとかから、まあ、こう指摘というかその、まあ、誰でも何回でも投票できるんじゃないかという、まあ、投票の方法などについてこう一部批判などもありましたけれども、それに関して区長の受け止めと、あと、まあ、今年モデル事業だと思って来年度以降何か改善など考えているのか、片桐のであればどういうふうにこう投票の方法などを変えていくというふうに考えているのかというのをお伺いしたいです。はい、この坂形予算の取り組みというのが、まあ、杉並区だけでなく、まあ、東京都、そして豊島区もですだけでなくですね、まあ、全国的に広がっているということがあります。でこの背景にはさらにあの日本の外に目を向けますと、この参加型民主主義を、こういろんな地域で作っていく取り組みというのが多く行われておりまして、その数はあのがあのいろいろあの報道でも行われています。ここにはやはりあの新しいこう何でしょうね、市民区民が、参画する、あの私も対話の癖というのを言っておりますけども、さまざまなチャンネルを作っていきながら、特に若年層が意見表明をする、ような機会とか、そしてあの区の、皆さんの税金を使ってどのような事業をしているのかということに対して関心を持っていただく、そしてそこに参画していただくという大きな目標がございます。ですので、この参加型予算の取り組みというのが私はあの、杉並区にとっても、全体にとってもあのその一つの新しいチャレンジとして大切なことだと思っていまして、それを育てていきたいと思っています。そしてその方法についてはあのいろいろあの区議会でもご指摘を受けたことは、それも貴重な意見ですので、この仕組みをさらに良いものにしていくために、活かせるものは活かして、仕組みそのものの、まあ、制度設計ですよね、これをあの改善していきたいと思っております。現状、まあ、いろいろな指摘を受けたと思うんですけども、区長としてその、まあ、この部分はちょっと改善の余地があるんだとか、ここはちょっともう少しこうした方がいいなとかっていうのを現時点でも何かもうすでに問題意識持っているのかとか、その投票の方向に関してもしありましたらそれを教えていただきたいです。はい、投票の方法はやはりこの何でしょうね、まあ、デジタルディバイドの問題がありますので、こういったデジタルの、まあ、スマートフォンも含めて使わない方たちにもきちんと包摂するような形でできる方法というのがありますけれども、むしろあのこういったツールを使ったことのない人たちも、あ、こんな簡単にできるんだみたいなね、そういう体験という意味でも重要だと思っています。で、そうではなくて本当にこのデジタル世代といいますか、あのネイティブ世代といいますか、そういう方たちがあの特に教育の外でも中でもですね、これを本当に何でしょう、あのこういった形で意見を表明できるという体験をしてもらいたいと思ってますし、それが、何か自分たちの生活にもしくは癖に生かされるんだっていう、そのつながりというのを見せていくということがこの仕組みの大切さだと思っておりますので、そこに尽力していきたいと思っています。
ろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あ、すみません、ちょっとここで一つお知らせです。あの現在の機材にトラブルが生じておりまして、ライブ配信が中断となっております。申し訳ございません。後日あのアーカイブ配信はいたしますのでご了承お願いいたします。ということであの区長記者会見はこのまま続行いたしますのでよろしくお願いいたします。それではご質問ある方。ありがとうございます。新聞赤旗の林と申します。子どもの居場所づくりについてお伺いします。細かいことでしたすみません。子どもの意見を直接聞かせてもらうため、さまざまな居場所を利用する子どもたちを対象としてあのヒアリングをするってあるんですけども、これまで行政とはあまりつながれてこなかったような人たち、その行政がどうつながるかっていうアウトリーチの問題とかがよくありますが、このさまざまな居場所っていうのはどんな場所を、想定してらっしゃいますか。はい、子どもの、 あの居場所 の、 あの今日ご説明しました、あの子どもの居場所は学校の中にあの、学童を作っていく放課後居場所事業っていうのがありますし、今は杉並区に児童館が、ございますので、こちらも、今までは、まあ、あの子どもの居場所の児童館を学校の中に移していくという学童と共に移していくという方針だったんですけども、それはまあ一旦中止をして、児童館の にしかない、特性だとか、そして今の現在の子どもたちが抱える例えば不登校の子どもたちが、学校に行きにくい子どもたちというのが本当に数があの残念ながら増えてしまっている状況を踏まえれば、そういったところであの 第3のサードプレイスというものを、地域社会の中に作っていくというような検討を含めましてですね、それをやっぱあの多様な子どもの居場所で、もしくはこの行政が作る、場所だけではなくてですね、地域社会には本当にたくさんの小さな居場所というのも、実際に存在してますし、それをどのように増やしていくかということも含まれるかもしれません。または公園もあの外ですね、外で野外で遊べるような場所の例えばルールなんかも含めて、そういう意味で多様なあの子どもの、このままのびのびとあのどんな子どもも過ごせる場所ということをが杉並区にあるというあのことが重要だと思っておりまして、これをみんなで検討していくというそういう趣旨でございます。ございます。2点目ありがとうございます。2点目なんですが、あのセーフティーネット住宅の家賃の低廉化への補助についてです。これは市の独自施策でしょうか。ですね、この、 あの施策そのものは国が行っているものです。で、国が作っている制度を使って自治体が、この低廉、セーフティーネット低廉住宅をあのこう何でしょう、見つけてというか、賃貸人とともに賃貸人があの了承していただいて、その制度を使うんですけれども、この、 あのですので、お金についても、国からの補助 と、自治体からの、お金で成り立っているシステムです。ありがとうございます。国からの制度を、杉並区で使うというんですかね、にあたって何か杉並区の独自的なものはありますでしょうか。セーフティーネット住宅のことです。あの制度そのものの、 あの枠組みというのが決まっているので、この件に関しては特に杉並区独自のオリジナリティみたいなものはあの特にないかと思うんですけれども、むしろこれはあのこういった住宅、まあ、今空き家民間の賃貸の空き家 の、 あの問題があります。で、一方であの区立あのあの公営住宅を新設するというのが非常に難しい中で、特に住宅に困窮する、方、それから住宅になかなか入れない、高齢者の方も入りにくかったりするそういう状況がございますので、この、区立 の、 あの公営住宅を新設できないという状況、なかなかできないということを、そのままにしておくのではなくて、民間で空いている、空き家になってしまっているところを、まあ、私たちが積極的に呼びかけて、低廉、セーフティーネット低廉住宅に、指定させていただくというそういう取り組みですので、これはやっぱり今3件、あのご協力を得られたんですけども、この数をやっぱり増やしていく方法というのをあの一生懸命今考えているところですし、あのこういあの住宅関連のあのネットワークの方々にも協力していただいて、この住宅まず制度があるってことをまず知っていただく、そ
してこれが賃貸人の方にとっても借りる方にとっても双方にとって良い制度であるということを見せながら増やしてまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。それではじゃあ次そちら、はい、お願いいたします。都政新報の岸です。ハラスメントについて伺いたいのですが、ハラスメント、はい、1年前に区長はハラスメントゼロ宣言をされて、少し前に、結果が出て、去年に比べて減ったっていう調査結果が出ているようなんですが、この要因について区長はどのあたりにあるとお考えですか。はい、はっきりとしたことをデータに基づくことではないので、これが理由ですというふうに申し上げることは難しいんですけれども、やはりそのまず宣言をするっていうところと、管理職がそれを認識した上で自分の言葉で私はハラスメントをしません、許しませんという、コミットメントを職場で表明するということに一定の成果があったというふうに考えております。そしてその後もですね、管理職、そしてこれちょうど先日だったんですけれども、3回目の、ハラスメントゼロの職場を作るという、研修を弁護士の先生に、やっていただいております。で、管理職だけでなく、来年度管理職になる職員も含めてこの研修に参加してもらっています。やはりこういう取り組みをですね、継続的に意識的に続けていくことが重要だと思いますし、先ほど申し上げた、任期付き職員の採用のところで男女共同参画、という部署です。ですので、ここの中にこのコロナ禍でも、このハラスメントゼロということをこの宣言だけではなく、庁内的に、その重要な文化として重要な実行として行っていくためにも、この新しいポストの方にも活躍していただけないかなというふうにいただきたいと私は思っています。先ほどの新しい方もそういったハラスメントについても取り組まれる予定ということなんですか、ポストとして。はい、ポストはちょっと今の現在あるポストでその仕事の役割をどのように調整するかというのはまだ検討中なので、あまりこれですってはっきりと言われるわけではないんですけども、男女共同参画という枠組みはありますので、その中で場合によってはお願いできるのかもしれないという今検討しているところです。いいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではこちらの、2列目の方お願いします。新聞の奥野と言います。今日はありがとうございました。子どもの居場所づくりについてなんですけれども、これも広い意味で参加型予算と言っていて、子どもの声を政策に反映するということだと思うんですけれども、区長の方でこの年齢、子どもといった時の年齢と、あとこう人数の規模みたいなものをどのようにお考えでしょうか。あとその区長が直接子どもたちの声を聞くみたいなことも考えてらっしゃるのか、そのあたりを教えてください。まずこの件に関する子どもの年齢なんですけれども、何歳から何歳までとはっきり決めているわけではないんですけれども、こと子どもの居場所の検討に関しては0歳から18歳までを想定しております。というのも児童館が対象年齢がそうでありますし、特に今この居場所に関しては小学生そして中高生が重要な声を聞くという意味では重要ではないかと思っています。規模に関しては、さまざま行ってまいるんですけども、500人、0歳から18歳までの子ども各年齢500人ずつにアンケートを実施いたします。そしてワークショップ、アンケートというのはそういうご意見を聞くということなんですけれども、さらに重要だと思っておりますのは、子どもさんが、複数回参加するワークショップを、複数回にわたって、職員とともに、意見を聞くと、子ども
討論をしながらということだと思うんですけど、ワークショップをやりますので、これが重要な取り組みだと思っていまして、私自身も可能な、全部ではないと思うんですけども、可能な部分はぜひ参加したいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど機器トラブルで配信が中断ということを申し上げたんですけれども、現在治りました。会見中の、ごめんなさい、ライブ配信が一時中断になっている部分につきましては、議事録などを後日ホームページで掲載いたしますのでご確認をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。それでは質問、すいません、ちょっと子どものヒアリングについて補足させてください。今子どもの居場所となっている場所のうち、目的や対象、年齢の異なる居場所を10カ所程度選定し、計100人程度の子どもたちを対象にヒアリングを行う予定です。また小中学校でも3クラス程度でもヒアリングを行う予定です。それではご質問ある方、はい、ではそちらお願いします。NHK の宇佐川です。よろしくお願いします。セーフティーネット住宅の家賃の低廉化の補助の件なんですけれども、先ほど3件を、さらに増やしていきたいということだったんですが、この3件というのはまだまだ少ないというご認識なんでしょうか。現在ですね、杉並区では登録数がすでに8件あるんですけれども、そしてこの、新しく3件ということで、これを少ないと見るか多いと見るかといったら、何でしょうね、そういう、決して十分だとは思っていませんで、これを増やしていきたいという目標を持っています。ただこれなかなか今まで8件しかなかったことを考えても、この制度が知られていなかったり、その周知とかそういった課題が あると思うんです。でこれ全国的にも本当にあまり上手に使われていない制度だということは、さまざまな指摘をがありまして、じゃあどうしてこれ使えてないんだろうなということから、いろいろ議論をしています。でこの3件というのは、私はとても象徴的に重要だと思っておりまして、これはですね、こういった取り組みが進むということを、やはり先ほども申し上げたように民間の賃貸で、むしろ何でしょう、貸したいのに貸せないとか、こういった制度があることを知らないとか、そういった方に伝わっていくことで、倍々に増えていってほしいという気持ち、そういう気持ちというか計画で、やっておりますので、今の時点での数というのは3件という象徴的ではあると思いますが、これが重要な展開になっていしていかなければいけないというふうに思っています。あと男女共同参画担当課長の公募についても伺いたいんですけれども、専門的な知識や経験のある方ということなんですが、具体的にどんなお仕事をされてきた方かとか、何かお考えありますか。これまだ公募の要項もできていないので、私があまり詳しいことを言う段階ではないんですけれども、やはり社会一般な目を見ますと、例えばたくさんの企業で男女共同参画という枠組みよりは、むしろその多様性とか、ダイバーシティとか包摂とか、そしてそういういろんな立場の方 が仕事を しやすい環境というのが、その企業なりその組織のとって大きなプラスになりますし、そしてそれ自体がですね、企業において言えば、まさにそういったことを取り組まないということが、国際的な、例えば競争からこうむしろそれに参画できないというような状況が生まれているのが民間の、状況だと思います。そこで の知見、知識、経験というのは、相当なものがあるんではないかと期待しておりまして、区役所においても、区役所の中でも一生懸命取り組みを進めておりますけれども、なかなか内部からは見えない視点について、国際的なもしくは民間 の今までの良い施策とかを実行できるような知見といいますか、そういうものに期待しているところです。
民間からのですね、管理職の登用っていうのは、すみません、これまで例はあるんでしょうか、杉並区では。はい、実はございまして、ちょっと待ってくださいね。杉並区では過去に、科学館ですね、科学館の館長に関しては、外部の方を採用した経験がございます。これは平成18年ですね。はい。まあ、最近のこういった担当課長とかそういう方では、なかったということですかね。それこの一件、杉並区ではこれのみ、のみです。今までの経験としては。わかりました。ありがとうございます。では、時間も迫ってまいりましたので、ご質問ある方はあと1つ2つとさせていただきたいと思います、ご質問ある方はご挙手をお願いいたします、はい、特にございませんでしょうか、はい、ありがとうございます、それではちょっとお時間より前ですけれども、これをもちまして、区長記者会見を終了させていただきます、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。